スラバパギー。ギースラバパギー。パパギパギー、サラバパギー。アパカバー。バイク。バイク。バグス、バグスーオーケー。ニケーさん、スラバパギー。パンパギー。スラバパギー,オー,ケー。まだ来る人がいますね。はーい。 田中さん、田中智彦さん。いや。せはっ、ハリーニ。ハリーニ、今日はせはと、せはとってなんでしたっけお待て。健康元気。ああ、いや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 。せはっと、せはっとは元気。そうですね、健康的なとか健康的な。はい。はい。 ハーね、単語毎回アプリでやってるんですけど、うん、こぼれるんですよね。あ、こぼれる。えー、たんはこぼれるもんだと思ってください。<laughs> ちょうど昨日動画見てました。はいはい。OK <laughs>。サチさん、サラマス、サラマパギー。サラマパギー。サラバパギ。よろしくお願いします。サチさん、スカランティンガルディ、ジャカルタや。いやあ、サヤーティンガルディ、ジャカルタ。いいおお、バグスバグ,グス。モンキン、

はい。お願いしますー。お願いします。皆さん、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい。よろしお願いします。いやマリンサヤマカン、デンガン、パハリ、マカンマラン。ハリさんと昨日ご飯食べてました、僕は。はい。OK。じゃあ、見えてますかねこちら。レストランで、えー、カンジさん、おはようございます。レストランで、 カローバハサ、インドネシア、インドネシア語だとアパ、何ですかレストランで、うん、レストラン。レストラン。おレストランカローカタでって言葉は何て言いますかねあ,あディ、ディレストラン。そうですね。オッケー。こうかなディレストラン。ドゥアですね、ドゥア まあ今回、レストランドのやり取りの二つ目ということで、この前とはちょっと違ったやり取りを見ていこうと思います。は、まあ、い,い。じゃあ、ニケさん、じゃあ、どっちやるあ、いちゃ。いゃじゃあ、僕、プライアンやりますね。じゃあ、一度読みますので、えー、一度聞いてください。えー、スラマダタンカ、アダイアンビサリバントゥいや、サヤマウマカンディシニ、メジャーウントクサトゥオランニア、 smoking atau non smoking? Kalau smoking di luar ya, Kak. Mau non smoking ya? Baik, silakan ikuti saya. Ini menunya, Kak. Baik, Kak. Menu rekomendasi di sini apa ya? Untuk makanannya kami ada mie goreng udang, untuk minumannya ada es cendol. Oh, sepertinya enak ya saya mau pesan makanan dan minuman rekomendasi. baik kak ada lagi tambahannya. oh iya mie gorengnya jangan terlalu pedas dan terlalu banyak kecap. saya ya. juga mau tambah ya maset. saya juga mau tambah es tawar. es teh tawar. ah es teh tawar. <laughs> baik <laughs> baik kak. プリマカシプサ、りリかしシプサにゃもう本当んぐリマブラスムニット。はい、プリマカシ。OK。えー、っと、<noise> 何パーぐらい皆さん理解できましたかジンさんどうですかねえー、ほとんどわかんないです。ほとんどわかんない。OK、OK、はい、OK。え、こちら、まあ、レストランに行った時の絶対にする会話って感じで、あのー、 まあこれ覚えてたらまあまあ大丈夫かなと。まあ以前やったやつとかぶるんですけどね。ちょっと役を一個一個見ていこうと思います。はい。お、山田さんだったんや。ドングスプンっるや。オッケー。まず、プライアン。のぼるさん、プライアンって何でしたっけえっと、店員、店員ですかね。その通りです。ね、店員さんのことをプライアンと言います。プライアンがスラマダタンか スラマットは、まあ、スラマッパギ、おはようとかのスラマットですよね。後ろにダタン、この単語来るっていう意味で、スラマダタンでようこそとか、いらっしゃいませといった意味となります。スラマダタンか。これは男性にも女性にも使える便利な呼びかけの言葉です。はい。まず初対面の人に会ったら、かーって呼び止めたら、まあ問題ないですね。なので、スラマダタンか。まあ、この場合、イチャーさん、女の人を呼び止めるときに、スラマダタンか。 ようこそ、お姉さん。いらっしゃいません、お姉さん。ぐらいのニュアンスと思ってください。で、毎回出てきます。アダヤンビサリパントゥですね。アダヤンビサリパントゥ。これは家庭さん、どういう意味でしたっけあ、見合いヘルプみたいな何かそうですね。あの、うん、ありますか、うん、オッケーオッケーマグつカリ。はい。もう、アダヤンビサリパントゥは皆さんも、もうぜひ今日覚えていってください。アダはあるですよね。 やんは関係代名詞と言って、後ろのビサ・リバントゥをあだにくっつける、就職する形となりますので、ありますかやん、ヤンビサ・リバントゥビサはできる。リバントゥは手伝うで、ビサ・リバントゥでお手伝いできることはあだですかと。まあ、メイアイヘルプユーと一緒ですね。お手伝いできることはありますかえー、それに対して、イチャさん。今回女性の方ですね。いや、はい。 さやまをまかんィすに。私はさや。まうはしたいという意味です。まかんが食べる。なので、まうまかん。食べたい。ディ c に。ディはどこどこで、シにはここ。つまりディ c にで、ここで食べたいんです。いや、さやまをまかんィすに。はい、私はここで食べたいです。あ、まかんです。<laughs> んお、山田さん、大丈夫ですか うん。マ、まあ、うまく管理しんで、ここで食べたいという意味ですね。で、メジャー、うんとく、さと、おらん、や、メジャー。カナさん、メジャーってなんですかねうん。メジャーって、いう、はい、お行けますかねあ、その通りです。<laughs> オッケーオッケー。メジャーは机、テーブルとかでもいいですね。 うんとくさとおらんやと言ってます。うんとくは何々のためにという意味が基本なんですが、何々用と訳されることもありますね。後ろにさとおらん。さとは一、おらんは人という意味です。さとおらんで一人という意味です。めじゃうんとくさとおらんや。なので、まあ一人、あ、一人用の机でぐらいですね。 いやさやまおまかんですはい、私はここで食べたいんですが、めちゃうんとくさとおらんや。一人用の、一人用の机で。まあ、一人前でぐらいですかね。うん、それでもいいと思います。それに対して、プライアン、店員さんですよ。プライアンが、スモーキング、あたうのスモーキング。喫煙ですか禁煙ですかと聞いています。このあたうは、英語のオアと一緒で、A か B か。 A, または B, の時のまたはっていう意味です。これは本当によく使います。スモーキング、あるいは、これが当たるですね。ノースモーキング。で、カロー、スモーキング、リルワルヤかうん。カローはもし何々ならばという糧を表す言葉です。後ろにスモーキングがついているので、スモーキング、つまり喫煙ならば、リルワルヤか。D はどこどこででしたね。 ルワール。これは外という意味です。うん。外で、うん。喫煙の場合、喫煙ならば、リルワールやか。外ですぐらいですかね。か。これは呼びかけの言葉です。これと一緒ですね。スモーキング、あたう、ノースモーキング。カロースモーキング、リルワールやか。まあ、スモーキングだったら、外でね。で、イチャーさんが、マウ、ノースモーキング、イヤー。 はい。マウはしたいという、欲しいという意味でしたね。したい。がノースモーキングでお願いします。ぐらいですね。まが、あ、いいです。でもいいです。で、プライアンが、店員さんが、バイク。このバイクは、かしこまりました。OK。シラカン、行くてさや。シラカン。ともひこさん、シラカンってどういう意味でしたえーっと、どうぞ何々してくださいでしょうか。うん その通り、バグース。はい。OK, OK. シラカンは本当に便利な言葉なので覚えてください。どうぞ何々してくださいで、行く T。行く T で、何々について行くという意味です。うん。これ、本当によく使う言葉です。はい。シラカン行く T さや。私について来てください。で、ついていた後ですかね。イニムヌニャカ。メニューなんです、これは。 うん、メニューなんですが、読み方は、むぬとなります。こちらが、むぬにゃ。メニューとなります。か。これも呼びかけですね。レイチャさんも、バイカ。かしこまりました。わかりました。むぬ、レコメンダーシー、ディシニアパイヤはい。レストランに行ったら、多分皆さんもこれ、このフレーズ絶対言うと思います。まあ、絶対か。高確率で使うと思います。むぬ、レコメンダーシー。 レコメンダシーは英語から来てますね。うん。おすすめのって意味です。レおすすめのメニュー、ディシニーに、ここの、アパヤ。ここのおすすめのメニューって、アパヤなんですかと聞いてるわけですね。はい。で、うんとく、まかなんにゃ。まあ、うんとく、これは実は、何々するためになんですが、この場合は、 カローみたいな使い方ですね。何々の場合はとか、そういう時にも使います。うんとくまかなんにゃん、食べ物だったら、みたいな感じですね。食べ物は、紙。まあこれは私たちという意味です。まあ店員さんだ。まあお店側の人を指して紙と言ってると思うので、私たち。私たちは、あだ、あります。ニゴレうだん。ニゴ連聞いたことありますかね 荒川さんありますかミーゴレンは。はい。焼きそばうん、そ,その通りです。その通り。オッケー、オッケー。うん。今、ちょっと質問があって、うんックの代わりにカロを使っても通じますかカロマカナンニャ、カミだダミーゴレン、ウダン。これでもいいですかということですよね。ニケンさん、今ないやい,いあ、いいですね。うん、いいじゃオッケー。 ま、両方同じような意味ですね。うん。はい。カロマカナンニャでもいいし、ウントクマカナンニャでもいいし。うん。カミアダミゴレン、ウダン。ウダンはこれ、エビという意味です。つまり、エビミゴレンがあります。で、えー、もう一つ。ウントクミヌマンニャ。ミヌマンで飲み物という意味です。はい。えー、飲み物だったら、飲み物の場合は、お、と、み、すみ、たら、えー、アダエス、チェンド。 うん。読み方、チェンドルでよかったですかニケンさん。うん。はい。チェンドル。はい、これはまあ、後で画像見せようかな。あったよね。こんな、これですね。不思議な色をしてますけど、甘い飲み物ですね。ニケンさん、美味しいんですかこれは。美味しいです。甘い。うん、<laughs> 甘いですけど。はい、<laughs> ダイエットには向かなそうですね。うん。はい。 オッケー,オッケーまあ、インドネシアの飲み物は基本甘いからね。オッケーで、アダエスチェンドという飲み物があります。まあ、これがレコメンダシー。おすすめですよという感じですね。で、イチャさんが、おスプルティニャエナクヤ。はい。スプルティニャ、前もちょっと出てきたんですけど、覚えてますかねスプルティニャで何々見たいとか、どうやら何々っぽいねぐらいですかね。スプルティニャエナクヤ。エナクは美味しいという意味なので、スプルティニャエナクヤで、 美味しそうだね。と言ってます。何々そうだねがスプロティーニャです。うん。さや、マウ、プッサン。プッサンは注文するという意味です。マウがついているのでしたいですよね、マウは。マウ、プッサン。注文したい。マカナン、ダン、ミヌマン、レコメンダシー。はい、ここちょっとむずいですね。マカナン、食べ物。ダン、そして、それとっていう意味です。ミヌマン。 で、レコメンダシー。ミヌマンが飲み物で。レコメンダシーがここにありますよね。この、おすすめのが、マカナンとミヌマンの両方についてます。まあ、どういうことかというと、レコメンダシー。おすすめの食べ物と飲み物を。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでも。 インドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォームライブ授業自分のレベル学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題入門者から上級者まで翻訳授業からフリートークまでさまざまな授業が揃ってるライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せますでも1人じゃ不安そんなあなたも安心 j l c では受講者同士の交流もできます わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる特集コンテンツ多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング日常インドネシア語アニメーション教材語彙文法あらゆる教材が使い放題初心者でも1日3分から毎日学習ができる上級者にも検定対策したい人にも。 自分に合った学習コースが組めるインドネシア人と話したい検定に合格したいもっとインドネシアと近づきたい JLC はそんなあなたの願いを応援します登録は簡単新規登録から必要な情報を入力するだけいろいろたくさんいつでもどこでも「ジャパネシアライブカレッジ」